それでは、青木康さんにお話をいただきたいと思います。お話しいただく前にプロフィールを簡単にお読み上げさせていただきます。青木康さんは民間企業、研究所に勤務しながら長年にわたってゴミ問題についての住民運動に関わっていらっしゃいました。早期退職後、ゴミ処理に関する技術顧問として活躍するとともに、環境ジャーナリストとして一般紙や専門誌に執筆、著書にプラスチックゴミは燃やしてよいのか、空気と食べ物の放射能汚染、ナウシカの世界がやってくる、共にリサイクル文化社、ほか多数、出版されております。それでは、お話をよろしくお願いいたします。あ、もうただいま紹介に預かりました青木と申します。東京からですね、九州くんだりっていうと九州の方に怒られそうなんですけども、瓦礫を九州まで持ってくるっていうのはやはり九州くんだりに瓦礫を何で持ってくるんだろうという言いたくなるような本当に話です。まず今日ですね、皆さんのお手元にレジュメというのがこれを裏表になってますかね、はい、A4 の2枚お手元にお配りしています。で、今日はそれに沿って大体お話を進めていきたいと思います。それで漏れ落ちたところはですね、また質疑の中でぜひいろいろ聞いていただければと思います。それともう一つ資料、約40ページぐらいの資料をお手元に。で、これはですね、私なんかのもう年齢になるとですね、講演会でお話を聞いてですね、で、面白いなって、すごく充実したなっていうふうに思って、家に、お父さん、今日、どんな話があったのって聞かれると、何だったのかなっていうのがありましてですね。それで、家に帰った時に、家族の皆さん、あるいは、ご近所の皆さんにですね、お話しする前に、カンニングペーパーとして、これちょっと見ていただいて、でちょっと今まで少しあちこち発表してきたやつを書いてますんで、ちょっと読んでいただくとですね、少しストーリーで、はい、こんなことがあっていうか、表題だけでも言っていただければ少し、ちゃんとお父さんお母さんはちゃんと聞いてきたのねって言われそうになります。で、その、カンニングペーパー用のその資料も少し、はい、話の中で使っていきたいと思います。で、今回ですね、先ほど、福岡県福岡市の議員さんから、すごくいいお話をお聞きできたんですけども、地方行くとかなりしっかりした議員さんがいらっしゃるんだなというのを改めて認識させていただいたんですけども、今回瓦礫問題はですね、被災者の支援、被災地の復興支援のために瓦礫の受け入れはですね不可欠だということが今年の2月頃からですよね、キャンペーンとしてずっと私たちの耳に届いてきているわけです。で、ただその話の一方でですね、実際に私自身も講演会で、京都大阪とか秋田とかですね、そっちの方に行ってみては、初めて気がついたというか、実際にいわゆる汚染地からですね、福島原発から放射性物質が大量に降り落ちた。で、東日本中心に大量に降り落ちたんですけども、その汚染地から避難されてきた人たち、それが非汚染地に避難されてきている、その
避難者を追いかけるようにですね、瓦礫の全国化ということがもたらされてきてるんだということを、実際に歩いてみて本当に気がつきました。東京から、愛知県だとかですね、京都、大阪で講演依頼が来たって話の時に、当時まだですね、その瓦礫の受け入れの具体的な話っていうのはそういうところは出てなかったんですね。で、実際に瓦礫の受け入れが始まる、試験焼却が始まるっていうのは東京だけだったんです。で、私自身も東京に住んでていてですね、で、周りの反応がほとんどないわけですよね。いろいろ訴えかけていっても本当に死なない、新宿とか渋谷をずっと歩くとですね、もう全然そういうこととは関係のない生活が、普段通りの生活が行われているわけですよね。それでなぜ京都を組んだりにその公園に行くんだろうっていう、何を話すればいいの。そしてそこへ行ってみて初めて避難していた方たちと出会ってですね、あ、そういう人たちがこの活動の原動力になってるんだなっていうのは京都大阪で感じました。で、秋田に行った時に山本太郎さんとシンポジウム一緒にやったんですけど、そのパネラーの一人に、永田さんっていう、やっぱり福島県で子供さんずっと育ててきてですね、とにかく表に出すにもマスクしなきゃいい、マスクさせる、で、表に遊ぶ時間はとにかく制限する、で、とにかく気を使わなきゃいけない、食べるもんも大変だという、そういう中でもう疲れ果ててですね、秋田県に少し、休みに行ったんですね。そしたらその先で子供さんがですね、本当にのびのびと外で遊んでるのを見て、で、あ、これはもう福島には戻れないということで秋田県への移住を考えられた。で、その方が、秋田県にまた瓦礫が追いかけてくるということで、その講演シンポジウムを組んだ時のパネラーになってらっしゃったんです。その話を聞いていてですね、山本さんはやはり秋田県はたまたまですね、距離的には福島原発から比較的近いところなんですけども、奥羽山脈にですね囲まれていて、あまり汚染されなかった場所なんです。で、山本さんはこういう非汚染地域は福島県からの汚染地域からの避難場所としてきちっとやはり確保する必要があるんじゃないか、あるいは安心できる食材をですね供給する、汚染地域に対して供給する、供給できる場所として確保する必要があるんじゃないかということを、まあ、おっしゃってた。で、こういう形で私自身実は講演会に行く先でですね、まあ、いろいろそういうふうに教えられることが多くって、で、今回のキャンペーンの話を聞いたときにですね、そういう避難し今避難できないでいる人たちももちろんたくさんの人たちがいるわけで、避難者あるいは避難できないで何とかしたいっていうような人たちとの絆をね、どういうふうに考えてるんだろう、何にも考えてないんだなっていうふうに感じました。で、まあ、ここに避難者を追いかける非常ということで書いたんですけども、今回の瓦礫問題はですね、そういう一人一人の生活だとか国民の気持ちをですね、すごく薄っぺらな絆っていう形でですね、瓦礫の受け入れが被災地との絆を深めることだっていう話になってるっていうのは本当に、私自身も怒りさえ覚える感じに思っています。で、次に瓦礫受け入れ状況と世論ということなんですけども、私たち新聞マスコミ、テレビ報道を通してですね、私たちの耳に入ってくるのはどこどこの自治体が
このがれきの受け入れについて検討を開始したとか、受け入れ首長さん、まあ市長さん、あるいは知事さんがですね、受け入れの表明をしたとかっていう、そういう何かそういう報道だけ聞いてるとですね、ずっともう、どこもかしこも受け入れが始まるんかなっていうような感じなんです。ただ3月4日に共同通信が、全国の自治体を調査した結果、これも、まあ、ごく一部でしか報道はされていないんです。埼玉新聞だとか、北海道新聞だとかですね、地方新聞で、ごく一部しか報道されなかったんですけども、自治体の、この調査の時点で、自治体の 86% が、受け入れ困難を表明していました。この内容はですね、もっと具体的な内容は、資料の26ページ、後で見といていただきたいんですけども、資料26ページの中に、その埼玉新聞の報道内容を書いています。で、事実が違うんだなと。で、NHK の、この後ですね、NHK の世論調査が行われました。NHK がこれ どういうことを考えてですね、すごくタイムリーに、調査をされたのかということはよくは分からないんですけども、その時には、57% の人が受け入れに賛成すると。ところが、自民党がですね、そのすぐまた後ですね、インターネット調査を始めました。でこれは、若干政治的な流れを深読みするとですね、自民党は今、民主党の政権に取って代わってもう一度政権に復帰しようという、これはもう本当に、ガチンコ勝負っていうか本格的に考えている。で彼らはですね、テレビや大新聞の報道だけ当てにしていると間違っちゃうよと、そういう事例がありましたよね。2年前か3年前に、菅内閣がですね、新聞テレビでは消費税賛成がですね、過半数を超えるという、それに乗っかって、消費税を受け入れるかのような話を出して見事に参議院選で敗北しましたよね。でこれは当然自民党さんも他山の意思として見てますから、新聞テレビだけに頼ってきたらとんでもないことになるので、インターネットの調査したわけですよね。そしたら私が見た時点で、約10倍ですね、反対が、賛成の約10倍だった。で最終的にどこまで行ったのかっていうのに、昨日ちょっとインターネットで強い私の友達に電話かけて聞いてみましたが、20倍ぐらいまで行ったという。つまりインターネット世界が、こういうことについてかなり真実の内容を映しているとしたらですね、ここに参加している皆さんそんなに心配はいらないんですよと、そこでは、20倍の差でですね、事実が確認されている。だけどインターネットの世界っていうのは、私はよく言うんですけど、闇の世界でですね、明暗があると暗の世界ですね。でもちろん力を発揮するためには明るい世界っていうか現実の世界と結びつかなきゃいけない。その現実の世界の動きがようやくこの問題で出てきました。これはここに書きましたけども、3月半ばからですね、週刊誌5紙、筆頭は3月14日号だったと思う、14日か15日号だったと思うんで、週刊女性で、これは私と山本さんをですね、それぞれ2ページずつインタビューしてくれて、で、もう、がれきの引き受けがこんなに問題なんだっていうことを、2人とも、もう、書いてもらったんですね。で週刊女性に書かれました。でその翌週か翌々週ぐらいからスパフライデー、
まあ今日女性の方は多いんですけども、これ男性週刊誌ですね。で文藝春秋でも、これは、5ページ立てでですね、田中康夫さんと新潟県知事の、それで、元、菅内閣の、参与だった方、その提談をですね、5ページでやって、これは本当に、瓦礫の全国化っていうのが本当に被災地の復興につながるんですかということを見事に沸き立てるですね、見事な編集内容だったんです。でその後に、週刊金曜日で、まあ、私がまた書く。でこれはこの資料の中にも後でまた見といていただければいいんですけども、37ページ。これちょっと前後は逆転してるんですけども、37ページに載っけています。でこのようにようやくこの瓦礫を受け入れてはいいのかどうかっていうのがですね、ようやく週刊誌では反対論調が主流になってくる。そしたらもう次はですね、テレビと新聞で、ここまで行けばあとは環境省は、まあ提案を撤回するだけ。もうそこまで来てるということ。それで、そうしましたら ここに、九州に来るちょうど前の日ですよね、4月の19日に、テレビ朝日系のモーニングバードで約20分間で、このビデオを見たときにもう私自身は講演やめようかなと思いました。本当にね、上手に20分でですね、やっぱり映像を使って上手に。でこれはどういう切り込みをしたかというと、瓦礫の広域化っていうのは被災地が受け入れない、被災地ではできないからっていうことでしたよね。それで可燃ごみにを全国に持っていくということだったわけです。そしたらその中ではですね、被災地、全体瓦礫は、今ですね、岩手県と宮城県の被災県3県あります。福島県で、福島県は福島県内でやるっていう話になっているので、岩手県宮城県の瓦礫、これは総合計400万トン、400万トンのうち岩手県は50万トンで、宮城県は350万トン。モーニングバードでは宮城県に焦点を当てて350万トン、これどうなるんだろうということで、焦点を当てて聞いてみたところですね、宮城県は自分のところで処理できますっていうふうに言っちゃったわけですよね。そしたら広域化の必要ないですよね。でまあ少しですね、国に対して気を使ってるのかなっていうところはですね、それじゃもう全然広域化必要ありませんねっていうね、ダメを押すところまではやってないんですけど、まあはっきり言っちゃえばですね、可燃ごみについて全国広域化するっていうわけですよ。で可燃ごみについて全部処理できますって言ってるわけですよ、ね、でなんでそういうふうになったんですかって言ったら、処分場がですね、予定した処分場が100万、ちょっと大変合わせて、ヘクタールのですね、あれが200万に増えたとかですね、あるいは、堤防のですね、ところに、その瓦礫を、きちっと、埋め込んでですね、やるとか、いろいろな計画がここへ来て出てきたんだっていう話で、それで、とにかく、宮城県だけで、可燃ごみを処理できます。でまた、彼は、環境省に行ってですね、宮城県は全部処理できるって言ってますけども、こういったどうするんですかっていうふうに環境省の課長ですよね。そしたら課長はですね、いやもともと宮城県が広域化してくれっていう話だったから、広域化の提案をね自分たちがしたんであって、宮城県がいらないっていうんだったら別にもちろんそれで結構ですよという、まあ、切り縮めていっちゃえばですね、そういう下品な言い方は彼らはしないんですけども、切り縮めていっちゃうとそういう言い方で答えてる。そしたらモーニングバードで見る限りは瓦礫広域化の話なんていうのはもうやんなくていいですよという、
話になってた。いよいよここまで来た。多分あのテレビは、私も、まあ、いろいろ自然保護運動だとかですね、ゴミ問題で、記者会見だとか いろいろやって、テレビなんかにもちょっと報道してもらったりいろいろしてきたんですけども、テレビは、新聞にどういうふうに書いてるか、週刊誌にどういうふうに書いてるかっていうんで情報を探索するんです。それで そこに書いてることをテレビ報道していく。でテレビ報道されたときにはもう最終章ですよね、その問題のね。もちろんこれから各局がですね、この後追いをそれなりに少し違った観点でですね、後追いをしてくると思います。だから皆さんそれ楽しんでいただきたいんですけども、じゃあ一体なんでこんな風になったのか。この間までそのもうどこを見てもがれき受け入れの競争局だったのに、こんだけ事実がごろっと反転してしまうのはなぜだったのか、そのことをちょっとここで次ご説明したいんです。で、がれきの受け入れのから騒ぎということで書いてるんですが、まず1番目にがれき広域受け入れは復興につながるのか、真逆の事実、全く反対の事実です。これは、私が、今回この前に去年、先週ですね、大分で講演会あって、まあ、グリンコーブさんの講演会を呼んでいただいてですね、でその私は講演会の時に皆さん今お手元にある資料、これ少しずつ変えながらですね、その講演会を主催する団体に事前にメールインとか宅急便で送るんですね。でいつもキワキワになるんでですね、宅急便で送るんです。それで、まあ私は東京都に住んでいて、埼玉だとか静岡、神奈川にこういう資料を送った時は宅急便で550円ぐらいです。九州くんだりに送るとですね、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、この A4、こういう普通の便箋の、便箋というか封筒ですよね、1060円ですよね。で、要するに倍額かかるんですよ。だけど、考えてみるとですね、車でやってるのか飛行機で送るのかよくは分かんないですけれども、九州まで来るって大変ですよね。高速だけじゃダメですよね。東名高速だけだったら、まあ、大阪までしか行かない、ね。阪神高速行って、また中四国行って、で関門をくぐって、ようやく九州ですよね。かかりますよね、本当にね。つまり、物を、その実際に運ぶ、輸送するっていうのはそれだけお金かかるわけですよね。この今回のがれきの予算、巨額1兆円の予算か、被災地処理5000億円の倍額っていうふうにちょっと書きましたけども、先ほどの方に、県議さんも言っていただきましたけど、地元処理で約 2.2 万円の今までの事例で、これ阪神淡路中越の時もほとんど塾内で自分のところでやったんで 2.2 万、1トンあたり 2.2 万円。ところが東京が引き受けた時、特にここに書きましたように6万円から7万円です、1トンあたり。東京でですよ。で関西まで持って、さらにもっと距離的なやつ、あれですね、3倍の距離ですよね。この交通費だけで考えたってこの何倍かかかります、九州に持ってくるために。で、この今回国はですね、こういう予算とかそういうのを実態をなかなか明らかにしないんですけども、実際に瓦礫の処理でどれだけのお金をかけるつもりかっていうので、産経新聞が報道したのが、
1兆700億円で、私たちが3月26日に環境省に直接交渉してですね、金額を明らかにしろってやったときに9900億円まあ、パッと、話としては1兆円ですね。でさっき、被災地地元でもし処理したときに1トンあたり 2.2 万円で、瓦礫の総処理、総数が2250万トンなので、これ計算したらですね5000億円なんです、必要なのは。で広域化ということを名目にすることによって倍額の予算を組んでるんです。で予算を一度組んだらですね、手放さない、あるいは使い切るっていうのは皆さんどっかで見てますよね。毎年年度末になると、あっちこっちのですね、ここの道路なんで必要なんだろうって、あっちこっちこじり繰り返して渋滞になってですね、皆さんの迷惑なんかはですね、ものともしないで、予算の執行こそ、とにかく優先されるみたいなこと。もし1兆円の広域化の予算が組んだら、これはもう、多分省庁として後戻りできない、使い切らなきゃいけない、そういうことが裏にあったのかなっていうことが少し見えてきました。で普通に考えても、5000億で済んで1兆円の予算を立ててるんだったら5000億余るわけです。その5000億を本当に復興の資金として使ったりとか、あるいは被災者の受け入れだとか、被災者の避難のために使うべきですよね。こういうお金の実態が明らかになってきました。日本はお金がないない、ね、消費税でですねやらなきゃいけないという一方で、こういう予算の立て方を瓦礫問題についてやっていたということが分かりました。だからこそですね、だからこそひっくり返りつつあるんですね。こういうことを我々があちこちで喋ってますし、はい、でじゃあ地元で何が一番求められているか、その瓦礫引き受けが地元のためになるんだということなんですけども、地元で何が起きているかといったら、これ週刊スパーがですね、こうやって、図書館とか、もし、まあ、そうですね、インターネットなんかでも多分流れてるかなとは思うんですけども、被災地の雇用と宿泊施設っていうことが、言ってます。雇用っていうことで言うと、これは今年 NHK の調査でですね、被災地24万人のうち、実際失業状態にある方が 50% だという、12万人の方が失業状態にある。多分生活保護は受けておられるんだと思うんですけども、だけど生活保護で先が見えるわけじゃないですから、やはり地元ではですね、もう先の復興ということに展望を失って、1割ぐらい人口がもう減った、そういう報道も耳にします。で実際に瓦礫の処理だとか、復興支援ということで少し工事だとかっていうことが動き出してるんですけども、地元にはですね宿泊施設がないんで、工事をした、作業員の人はですね、仙台まで戻って、宿泊してまた、出勤する女川だと女川に出勤してくるというようなやり方をとっている。つまり何が見えてくるかといったらですね、復興支援と瓦礫っていうのはですね、なんか縦割りの行政で、復興瓦礫処理っていうのは環境省の管轄だと、災害廃棄物だから、廃棄物の処理だから環境省の担当だと、復興支援は環境省じゃないと、別々に考えられていると。その日本の縦割り行政のですね、ひどい点が、こういうところでもですね、現れてきてるんじゃないかと。
で、一言で言ったら災害対策費が地元に落ちていない。だから地元の首長さんの中にはですね、何年かかってでもいいから、その災害対策ということで、その地元に仕事をね、つないでくれという意見まで出してる方もいらっしゃる。で、じゃあ環境省はこの広域化っていうのをどういうふうに立てて、どういうふうに組み立ててきたのか、これずっと追いかけてみたらですね、環境省は2250万トンって皆さん、どのぐらいのゴミ量かっていうのはまず想像つかないですよね。で、ちょっとヒントとしては私たち全国の市町村で、1年間に処理するゴミの量が5000万トン。だから約その半分ですね。その半分が3県の被災瓦礫として出てしまったと。そしたらまあ霞が関のですね、机の上で考えればこれは大量の瓦礫が出てしまったと。どう処理するかと。あ、そうだと。全国に焼却施設っていうのはですね、全国に約2000箇所焼却施設あるんです。市町村が持ってる焼却施設で、巨大な焼却施設をどこも例外なく作ってます。余力があるってことなんです。で、こんだけの必要だって言って巨大なものを作ってきたんですね。これは活用しなきゃいけないなっていうようなことを、まあ例えば考える、最初考えたとしてもそれはいいと思うんですよね。ただそういうことで広域化っていうことを出発させたんだけど、そのうちにですね、方向が何か違ってくるっていうか、広域化っていうことで全国に持っていくためにお金がかかるっていうようなことも分かり始めたはずなんです。で、にもかかわらず、広域化っていうことについては、実際にもう一回見直すことはなかったです。この、広域化の方針を国がですね、霞ヶ関の机の上で、立てたときに、阪神、淡路、これもですね、約2000万トンの瓦礫が出ている。ほとんど今回とほとんど変わらないんです。で、自分のところだけでほとんど処理したんです。で、そういうデータだとかですね、新潟知事は中越地震の時にご自分が対処されて、で、実際に自分のところだけで処理すれば 2.2 万円で、広域化に持っていけばもう倍額以上かかる。だから基本的には軸内でやっていくという方針を立てられた。そういうですね、過去の事例っていうのを環境省のお役人が机上の空論を立てるときに考えてなかったんですね。で、考えてなくて、その広域化で予算を取っていってしまった。で、しかももし全国に、今回の場合は放射能汚染の恐れがある瓦礫です。で、そういうものを全国に持っていたときどういう問題が出るかっていうようなことについて、普通はですね、国がこれだけ市町村に関わる法律を作るときには都道府県、政令指定都市含めて地方自治体と相談をしてですね、法律の中身を練るんです。そういうことを一切やらなかった。そのためにですね、例えば今、関西連合、京都、大阪、滋賀、奈良、これはですね、埋め立て処分場がないんで、大阪湾を埋め立て処分場に使ってるんですけども、そういうところは全部関西 連合ということで政令指定都市を含めて、情報交換してるわけです。で、この問題、瓦礫の受け入れの問題が提案されたときに関西連合は質問状を出してます。広域化の話は分かったけれども、じゃあ被災地でどういうふうに瓦礫の処理をしていくんですかと、それはどういう計画になっているんですかという質問状を出している。これ当然の話ですよね。
で今回サンダーバードで取材したような問題意識ですね。地元で どれだけできてどれだけできないのか、それをはっきりさせてほしい。そしたら環境省は何て言ってるかって言ったら、ホームページでちゃんとそれを発表してますって言うんですよ。そういう答え方してるんですよ。で私が関西連合のもし事務局担当してたら、あ、これは環境省は関西の広域連合は受け入れてもらわなくたっていいですよと、そういう意思表明なんだなと。いや、お金をつければ受け入れたいというところは、あなた方がそういうふうにケチつけてくるんだったら、受け入れたいというところはいくらでもあるんだからね、結構ですよと、そういう意思表明だなと。実際に関西連合だけじゃなくて愛知県の大村知事もそういう質問状を出したり、徳島県も出している。でさらに当初受け入れ表明していた神奈川県も出している。全国からそういうですね、疑問が出されているんです。だからこのマスコミの力が我々の方に向いてきているということだけじゃなくって、今回の問題は全国の真面目にですね、考える自治体がそういう疑問質問を環境省に出しています。したがってもしこういう状況の中でなおかつがれきの受け入れを進めていこうという、都道府県や市町村に対してはですね、こういうですね、事例がありますよというのを示していくと、やはりライバル心が出てきますからね。向こうはそこまで考えてるんだと、俺たちだって何も考えてないわけじゃないんだっていう、そういう使い方がですね、今回の場合できていきます。で実際に広域処理の理由でですね、大きく皆さんの耳に届いていたのが、瓦礫の処理が遅れているということと、3年、ここまでちょっと知ってる方は、ちょっとですね、この問題のプロっていう、セミプロだと思うんですけども、3年以内に処理を完了したいっていう。で、地元では、瓦礫の処理はできない。これが大きな 3つの理由でした。で、今回、瓦礫の処理が遅れてるっていうことに対して、環境省の交渉をしたときに、環境省 のお役人さんたちが私たちに、交渉相手の私たちに質問し、答弁したのはですね、順調に進んでるって言ったんですよね。そんなこと聞いたことあります？環境大臣はあちこち地方を回りながらですね、瓦礫の処理が遅れてると。瓦礫が完了しなければ復興は進まないから皆さん引き受けてくださいと。で、引き受けに難色示している自治体については、あなた方は被災者とのね、絆がないのかみたいな、そこまで言ってたわけですよね。その出発は遅れてるってことだったでしょ。で、遅れてるっていうことだけども、よくよく考えてみたら、全体の全国に回そうっていうのは全体の2割の400万トンなんです。2250万トンのうちので、その400万トンは確かにほとんど進んでないですけども、じゃああとの8割の地元で処理するっていう瓦礫はですね、進んでるかって言ったら8割の進んでないわけですよね。 5% とか 6% しか進んでないって言ってたわけですよね。そしたら瓦礫の処理が遅れてるのは国や県が計画を立てなかったから。実際に阪神・淡路の時は1年でですね、50% 済んでるんですね。それと比べてもおかしいんじゃないかと。で、3月26日の環境省の交渉の時にそういうことを書いてですね、出しといたんです。そしたら、責任が問われるかなと思ってですね、遅れてるんじゃなくて、順調に進んでますって言ったんですよ。それで、順調に進んでますって、あとさっき 7% しか進んでないって言ったのに、なんで順調なんですかとこうやり取りしたんです。そしたら 7% っていうのは終わったのが 7% だった。
なぜ順調かというと、仮設置き場には全物してると。で、仮設置き場は市街地にあるんですよ、実は。皆さんが、生活してる皆さんが、目の前に瓦礫を見るということはないんです。市街地に、瓦礫の仮設置き場を置いてるんです。もうそういうことはないんです。だから、じゃあ、毎日その、東京都の受け入れの説明会の時に、女川の住民の人がですね、毎日瓦礫の山を見ると、3月11日のことが思い出されてね、やっぱり、なんとか早くしてほしいんだと、皆さんの力でなんとかしてほしいって言ってたんですけど、どうも実態は全然違うわけです。で、環境省自身が遅れてるって言ってたのを、遅れてない、順調に進んでます。これは、言い逃れしないようにですね、私は、その環境省のやり取りのところに、今確か順調に進んでますって言いましたよって聞いたんですよ。はい、順調に進んでますって、これもう一回取りましたから、つまり、大きな理由の一つは消えたんです。で、3年以内に処理完了したいっていうのも、3年っていうのはなぜ3年ということをおっしゃったんですかって聞いたんです。そしたら阪神淡路の時が3年だったって言うんですよ。で、それ以外に何かあるんですかと、いや、できれば早く、まあ、被災者の感情としても、早く、できるだけ早ければ早い方がいいんだと、そういう説明の仕方だと。そうすると、ちょっと待ってくださいよと、今まで瓦礫がなんで遅れてるんだっていう話を、こちらがした時の説明としてですね、いや、皆さん、阪神・淡路の時は、地震による倒壊、その瓦礫だと。今回は津波があるんで、海の水をかぶってるんだ。ごちゃごちゃになっちゃってるんだ。だから、複雑さが違うんだ。だから遅れてるんだって言ってたわけ。ところが、計画ではですね、阪神・淡路と3年以内に済ませるんだっていう計画を立ててるっていうわけですよね。それで、もう一回環境省とのやりとりの中で、要するに、適当なんですねって聞いたんです。ファジーなんですねって。いや、まあ、それはファジーなんですっていう。それは認めました。だから結局ですね、広域処理の大きな理由の3つの2つは消えちゃったの。もう1点ですね、地元でできないということを言ってたの。で、これはですね、さっきの写真ですね。はい。地元でできないって言ってたんですけども、次の、あ、もう一つ次です。ごめんなさい。はい、ちょっとここを。これもたまたまなんですけども、仙台市去年の11月3日から3、4、5にかけて廃棄物資源循環学会ってありまして、そこに仙台市が発表したの。で、発表してすごくいい発表だったんで、これ、まあ、いただいたんです。皆さんの資料の、5ページだったかにも、一応写真がありますんで、仙台市はですね、これ、仙台市の遠藤さんという環境局のですね、方が、まあ、普段から、仙台市の最終処分場というあだ名がついてる人らしいんです。で、なんで最終処分場かっていうとですね、いろいろどこにもやりようがなくて困ったものが出たときに遠藤さんに相談するとですね、なんとか処理してくれるっていうんで最終処分場って、まあ、素晴らしい名前なんです。で、普段からそういうね、お付き合い、皆さんとお付き合い してるんでですね、多分いろんな情報が入ってきたんだと思います。で、その前のページに仙台市の状態、ほとんどもう家屋が残ってなくてですね、流されてしまった。で、そういう状況の中で津波を受けた ところでですね、場所がどれだけの瓦礫が出てくる、発生するのかということを想定するなんていうのは、
我々素人がちょっと思っても大変だなと思いますよね。これはやはりですね、学者で全世界の、まあ、津波の被害だとか災害のを追いかけてどれだけの瓦礫が出てきたのかということを大体その統計的にとってですね、推計できる方式をやってる先生がいらっしゃって、そこなんかとも相談してですね、仙台市は135万トンの瓦礫、まあ大体4年から、仙台市のゴミの4年から5年分の瓦礫が出るんだということを予測を立てた。でさらに、賢いなと思ったのは阪神・淡路の時の経験者ですね。あの時に瓦礫の処理をした、職員を1ヶ月読んでですね、で指導を受けた。で何からやり始めなきゃいけない、これは我々また素人が考えてもですね、どういうふうに組み立てていけばいいんだろうなっていう、なかなか分かんないですよね。一番最終処分場をきちっと抑える、で、処理プラントをどういうふうに作るか、仮設置き場をどういうふうにやるか、その搬入をどういうふうにするか、で分別をどういうふうにしてできるだけゴミとして処理するのを抑えていこう、そういう段取りをですね、どういうふうにやったのかということを直接聞きながら組み立てていった。でさらに京都大学の浅利美鈴さんという、この方も本当にもうゴミ問題で、いろいろやってこられた方なんですけども、その方にお聞きして、一番最後のページの 裏表紙の裏側ですね、仙台市の実際瓦礫処理フロー、これをちょっと見ていただければ、こういうゴミはこういうふうに分けていくんだというフロー、これをちょっと見ただけで気の遠くなるような、よく本当にこれだけ組み立てたなっていうのは本当に感心しますけれども、でこういうですね、皆さん の知恵を得ながらですね、仙台市は国が3年間って建てたのをもう、どんどんやり始めてですね、もう3年以内に終えてしまうという目処をつけたんです。つまり仙台市はできたんです。地元でできないって言ってるんだけども、まあもちろん仙台市っていうのは政令指定都市で、県の機能も持ってますし現場も持ってます。でそういう知恵のある人もたまたまいました。だからできたっていうふうに言えるかわかんないですけど、私にも仕事で発明の世界に関わってたんで、それはよく言えるんですけど、一番最初にですね、一番最初に一つの形を作るビジネスモデルっていうか、そういうのを作るっていうのはものすごく大変なんです。本当に人の何倍も大変です。だけど一つやり方が分かっちゃえば、それを真似りゃいいんです。宮城県が仙台市のやり方を真似りゃいいんです。ここを押さえてここを押さえてこうやればいいんだな、これは本当にですね、千分の一、万分の一ぐらい簡単なんです。だからできないことはない。でできないことはないのに、なんでできなかったんだろうっていうふうに、レジュメの方をちょっともう一回戻っていただくと、陸前高田市の市長さんは実はまあ政令指定都市ではないんですけども、やろうとしていた。そしたらですね、去年の4月か5月に瓦礫のプラントをもう作り始めようとした。でどういう問題、その市長さんはどういう問題意識だったかといったら、瓦礫はですね、やはり処理しないと復興策に届いていかないというか考えでですね、やろうとした。で県に提案したらですね、今から提案して完成するのは2年のうちですって言われた。ちょっと待ってください、普通の時じゃないんですよと、緊急事態でしょうと、なんとかならないんですかっていうことで、交渉したらしいんです。で彼が、インターネットでその報告をしてますけども、今まで、ね、日本のことわざというか、一喜一憂っていうのがあるんだけども、あの県とですね、交渉した結果、お役人たちとやるときには一喜三憂だと。
そのぐらい大変だった。で、結局手つかずだった。まあ、一般的に言うと、こういうのはですね、足を引っ張ったって言うんですよね。じゃあなんで足を引っ張ったか。私は、東京の、瓦礫受け入れの、東京都のその説明会の時に行って、女川町では1年経つのに、瓦礫の処理が進んでなくって、ね、この処理を進めていくために、皆さん受け入れてくださいって説明してたのを覚えてたわけ。それでピンと来たんですよね。あ、足を引っ張ったのは、広域化をするためだと。じゃあなんで広域化をするかって、広域化をすればですね、巨額の予算を使うことができる。とにかく東京を組んだりだけじゃなくてですね、九州だとか沖縄まで運ぶというような、むちゃくちゃなですね、運送業者さんは喜びますよね。で、将来運送業者に天下ることもできるかもわからないというような話を考えてるかわからない。5000億の世界です。一説には、今回の瓦礫キャンペーンのために、博報堂を使ってですね、30億か40億やってばらまいた。そういうことが見えてきました。まあ、私たちの、先人の、ことわざの中にはですね、火事場泥棒という話があります。で、火事場泥棒というのは、まあ、これは出来心でやるんですよね。本当に皆さんが被災遭われた方たちが大変な時に、ここに災難をしてるから、ちょっといただいていこうってやるわけですよね。これ出来心ですね。だけど、どうもね、出来心っていうことで、済まないっていうか、で、しかも絆を言いながらですね、絆なんか全然考えてないっていう。のが公益処理の実態として分かってきます。で、私はこういうことを平気でですね、言ってます。で、インターネットでいつでも見ることで、それで当然ですね、こういう情報っていうのはだんだん流れていきますよね。だからひっくり返りが始まった。じゃあ、一番やはり全国で、この瓦礫の受け入れでですね、皆さん心配された安全性の問題ですよね。で、安全ですっていうことを言ってるんですけども、先ほどもちょっとお話しいただいたんですけども、3月26日、環境省と交渉したときに、もちろんこの、全国に持っていこうとしている瓦礫が、安全なのか、放射能汚染されてるのかどうか、で、これを環境省として調べたのか、いうことを尋ねていきました。で、これは皆さんですね、瓦礫はもう放射能汚染、今、全国っていうか、市町村ごとにやり取りしていく中で100ベクレルっていうようなことちょっと聞こえてくると思うんですけど、これはセシウムのですね、134137の値だけで、じゃあ放射性物質としてもですね、皆さんが心配されているストロンチウムとかプルトニウムについては何ら測定していません。で、その他ですね、アスベストだとかヒ素っていうのは何で入ってくるんだろうというふうに思いになる方もいらっしゃるか分からないんですけども、これは家屋のですね、シロアリ対策で、シロアリの薬剤の中にですね、ヒ素が入ってるんですよね。そしたら家屋が倒壊したときに、まあ木くず、これは可燃ごみとして出てくる。当然ヒ素は入ってるわけ。で、災害廃棄物っていうのは、まあ今回の場合津波もかぶってですね、海の水もかぶって、当然塩分も含まれています。塩分が含まれていれば、焼却すれば当然ダイオキシンが出てくることも考えられます。つまり、その瓦礫っていうのはどれだけ遠くに運んでですね、どんな状態だったのかっていうことが分かんない状態だったらですね、本当に危険なものになる。だから地元で少なくとも安全性を確認して処理していく。できればもう燃やさないでそのまま
していくっていうことが必要になってくるわけですよね。だからそのためにそのための環境省ですよね。環境省っていうのは我々国民をですね、環境被害から守る。で、事業者がいろいろな事業展開をする、行政がいろんなことをやっていく、森を壊し、空き地広場を作ってですね、そこに建物を建てていく。で、それによる環境上の影響をチェックするのが環境省の役割ですよね。当然環境省が今回の問題でそういうようなことを全てやっとかなきゃいけないですよね。やったんですかって聞いたんですよ。そしたら一番最初に言ったのは、放射能についての知見はありませんっていう。で、これはですね、そんなこと本当に言ったのっていうふうに言われると思いますので、それは何ページ?28 ページです。これ東京でしかちょっと見れないので資料として付け加えておいたので、東京新聞。東京新聞の親会社は中日新聞っていう、ね、まあ愛知県、静岡、そういうところを中心にした新聞なんです。で、今多分子会社の方がひょっとしたらもう伸びてるかもわかんないですね。で、東京ではまあ五大新聞の一つとして、はい。で、これ放射能知見ない、環境省公言ということで、これ本当にバカにしたような大事ですよね。環境大臣はじめ環境省の官僚たちが見たらですね、震えて、怒りに震えるっていうか、なんでこんなこと、ここまで私たちのことを言わなきゃいけないのかって、だけど自分たちが言ったんですよね。知見がない。よく、地方、都道府県、ね、この受け入れをに手を挙げている市町村、みんなですね、答えに窮したときに、いろいろ言いますけど、環境省は保証してくれてるんだから、いいんですよっていうふうに説明終わるわけですよ。ね、全部環境省を逃げに使ってるわけですよ。その環境省が橋を外したんですよね。だから橋を外されたらですね、都道府県の人たちみんな怒らなきゃいけないですよね。今まで言ってたことと違うじゃないかと。安全だって我々は説明してきましたよと。説明できないじゃないですかというふうに言わなきゃいけないですよね。で、実際に、まあ、そういう実態が明らかになったんですけれども、もう少し彼らの、傷にですね、塩を塗り込むようなお話をしますとですね、なんか皆さん、お好きのようですね、塩を塗り込むのが経験がありそうな笑い方でした。ちょっと、次の、これも、瓦礫の処理で、次。皆さん、去年、牛肉の汚染問題っていうのは、わーっと全国に広まりましたね。で、あの時に、注意されてた人はですね、牛肉汚染が、宮城県、福島県だけじゃなくてですね、当時は汚染されていないと思われていた、宮城県とか岩手県の牧場の牛さんもですね、汚染されてたっていうのが分かったわけです。ほんで、その原因はすぐ、これ農水の管轄ですぐ、報道されました。稲わら、露天に干していた稲わらに、放射能がですね、蓄積した結果だと。じゃあどういうふうにしてやったのかというと、福島原発から放出された、放射能のプルームっていう、雲はですね、まあ漂ってるわけですね。で、雨降った時に、セシウムが雨に溶けて、稲わらに移ると。で、稲わらがまた、乾く。また雨が降る。乾く。それで何万ベクレルものですね、汚染が、濃縮された汚染が
まあ、稲葉に、ね、濃縮されてですね、それを全然皆さん気がつかなかったので食べさせてしまったと。それで牛が汚染されてしまった。で、これはもう、全国ニュースになりました。で、そのことを知らなくってもですね、皆さんの中には、焼肉屋さんがですね、急に値段が安くなったりとか、そういうのをしたんで何なんだろうなって覚えてらっしゃる方はいらっしゃるか分からないです。あの時焼肉がですね、食べられなくなったんですよね、お店の。東京なんかもう本当にすごかったです。3分の1ぐらいの値段にしました、ね、本当に。それで、まあ、それ余談なんですけども、結局、瓦礫っていうのは露天に置いたままですよね。当然、木質系のものは雨降ってですね、濃縮、稲わらと同じように濃縮してるっていう可能性はありますよね。だから、その時に、すでに、これはもう7月の時点なんですけど、その時にすでに環境省は、宮城、岩手の瓦礫を持っていく。これ、話をちょっと元に戻しますとですね、なんで福島のは全国広域化っていうか、全国に福島の瓦礫はもう持っていかなかったのかご存知ですか？これは福島が汚染されてるっていうのは日本全国共通認識にあるんで、福島のは持っていくって言ったって受け入れてくれないだろうと。宮城、岩手のは汚染されてないですよっていうことで受け入れてもらいましょうっていう当初の計画だった。それが、7月の時点で今言った牛肉いながら問題があって、これはもう認識を改めなきゃいけないっていう話だったんです。ところがですね、牛肉いながら問題の管轄は農水省ですよね。瓦礫問題は環境省ですよね。省庁が違うんですよ。省庁が違ったって汚染は同じでしょうという。そうはいかないんですね、日本の場合はね。その目と耳を塞ぐことができる。で、その次がですね、ちょっとこれお願いします。これももう皆さん あの資料の中にあるんですけども、資料の8ページに、これ群馬大学の早川幸男さんが、あの原発からの放射能汚染がですね、どのように広がっていって、どのように、各地域を汚染したのかというのを、あの地図に作ったんですね。で、各市町村であの放射能の空間線量を測ってまして、でその空間線量をの値を結びつけていってですね、で高いところが 赤い色ですね。で、薄いところはそんなに高くなかったところです。で、実際にこの矢印の上に向かう矢印っていうのは、3月12日の第1回の爆発の時の風の流れによってずっと汚染の流れです。で、ちょうど宮城県の、石巻と女川の間を通ってですね、岩手県の一ノ関まで到達してる。で、その他にまあ、これは3月15日の午前中がこの短いあれで、午後からはこの最大の汚染をもたらした。ほんで、3月21日の汚染の時は、これで関東エリアまで下ってきた。そういうふうに風の流れによってずっと汚染が広がっていた。ほんで、この様子をですね、あの地図に作られてるんですけど、これ見たらですね、これはもう明らかに、岩手、宮城も汚染されている。で、ここでは群馬大学の早川幸男さんが作成した地図なんですけども、これの後、文部科学省も同じようなですね、地図を作成してます。で、この時も文部科学省だったんでですね、環境省は無視した。ただ、次のもう一つ、すいません。これ、早川さんがまたですね、こういう地図を作りました。これは何の地図かというと、各、東日本の汚染地域の、焼却施設
の焼却灰の汚染度ですね、放射能汚染度で紫のが一番高いところです。でだんだん緯度がですね、薄くなって黄色、あの水、黄緑の色になってくるとだんだん汚染度が低いっていう。でこれ見ると先ほどのですね、放射能汚染のあれとほとんどですね比例してるんです。なぜかっていうと、原発から放出された放射性物質は草木に付着します。で普通のですね市町村の焼却炉では草木ごみは生活ごみとして燃やしています。そのために燃やし、そういう汚染地域で燃やしたものはその焼却灰にですね濃縮されて出てくる。そういうふうに明らかになる。でこれは環境省管轄の、情報を整理したもの。でこの時点ではですね、すでにもう、岩手宮城今回広域化をしようとしている瓦礫はですね汚染されていたということはもう環境省も否定しようがなかった。ところがですね、あの今度はもう多分その時には広域化に向けて巨額のですね予算をあの作っていたために広域化をやめますっていうことは彼らはできなかった。それでそういう時はどういうふうにするかっていったらへりくつを考えるんですよね。で2つのへりくつを考えた。1つは、岩手宮城のは汚染されている、ただ今持っていこうとしている東京だとか神奈川、そこは岩手宮城よりももっと汚染されていると。すでに草木ごみは燃やされている、おでんも燃やされている。でそういうところに、つまり汚染されているものを燃やしているところにですね、さらに汚染物を持っていったからといって、そんなに問題にならないでしょうと。これは、廃棄物資源循環学会のときに僕が質問したらですね、環境省のこの間、あのモーニングバードに出た環境省のあの課長さんが出てですね、そういうふうに言ったんですよ。でこれは本当にそんなこと言うのって、あの脱原発で有名な、まあ、それはすごく頑張ってくださった河野太郎さん、河野太郎さんのブログの中にも書いてますよ。神奈川県に瓦礫持ってこられるのについては私は賛成だと。なんで賛成かって言ったら、もう神奈川自身は汚染されてるからって。だけど汚染されてるからいいんじゃなくて、その汚染をどういうふうに減らしていくかっていう、草木の実をは燃やさないで済むことできるわけです。あの柏市は実際にやりました。だからそういうことを考えるのは本来環境省の役割なのに、もうすでに燃やしてるんだから、ね、これ以上汚染は、いいでしょうと。だけど皆さんお気づきになったように、ちょっと待ってくださいよと、九州は非汚染地域じゃないですか。九州に持っていくっていうのは、じゃあそうだったら理由成り立ちませんよね。でその時に考えたのが、いやゴミ焼却施設にはバグフィルターっていうものがついてあって 99.99% 取れるんでですね、燃やしたって大丈夫なんだっていうのがもう一つ作り出したへりくつなんです。これはへりくつなんですかっていうふうに思われる方はいらっしゃるかわかんないんですけど、実はですね、バグフィルターっていうのは放射性物質を取るために作られたものじゃないんです。あの放射性物質を取るためにバグフィルター作られていたっていうふうに思われてた人たち、ちょっと手を挙げていただけますか。あの実はですね、やっぱりそういう方いらっしゃいますよね。バグフィルターっていうのは、あの媒塵を取るための装置なんです。媒塵って何なの、つまりあの物を燃やすとですね、ガスと微細な塵になるんですね。で塵が多い時には煙突からですね、黒々とした煙が出ていくんです。でそれがまあ公害の一つの、四日市公害のあれだとかですね、公害の要因になるということで、
焙煎をできるだけですね、あの煙突から大気中に出さないようにいろいろ焙煎除去の装置っていうのは今まで考えられてきたわけです。その一つなわけです。でバフィルターって何なのよっていう、バッグフィルター、一番近いのは掃除機なんです。あの今はかあの そのフィルター自体はないますけども、あの昔の掃除機っていうのは布のフィルターがありましたよね。あれと基本的に同じなんです。で、あの空気は通す、塵は通さない、あの布のあれで、通さない。じゃあ布の目っていうのはすごく大きいでしょ。そんなもんで、ダイオキシンだとか放射性物質が取れるのかって、もちろん取れないんですけども、ただ塵が溜まっていくと目詰まりを起こしてですね、より細かいものを取れるようになっていく。で掃除機でも溜まってきたらこうやってふるってですね、もう一回やりますよね。やった時はものすごく通りがいいから、細かい塵はどん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 後ろから出るわけです。これは、バフィルター、焼却炉のバフィルターでも同じなんです。溜まってくるとそれを振り落とすんですね、振動で。それでパッと取り寄る、取り落とした時にはさっと空気の流れがやる、あのさっと流れていきますから、どん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 放射性物質にしたってダイオキシンなんかだってどん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 取れないで大気中に出ていくという。だけどあの調査するのはもちろん、あの特定の色調査しませんから、そういう実態はなかなかバレないっていう、はい、はいはい、どうも。まあ、あの要するにそんな形でやってきたもので、あの私たちゴミ問題、取り組んできたものとしてはですね、バグフィルターで放射性物質が取れるなんていうのは本当にこんなことをよく言うねという世界の話だった。それで、実際にですね、今回の受け入れので、島田市で試験焼却の実験しました。で試験焼却の結果、不検出だったということで、島田市は受け入れを決めました。でその試験焼却のデータをもう一回計算をしたらですね、実際にバグフィルターで取れてるのは 99.99% じゃなくて 60% から 80%、 つまり煙突からですね 20% から 40% 出てるっていうことは、島田市 のデータのを私たちの技術グループが計算した結果、そういう結果が出ました。でこれは環境省の交渉でもですね、その結果を渡してですね、あなた方どういうふうに思いますかっていうことを今尋ねて、そのうちに答えが返ってくると思うんです。でこういうふうに不検出っていうふうに言われるんですけども、不検出っていうのはゼロではないんです。測定の一つの基準を設けて、その基準以上のものは測定できるけども、その基準以下については不検出っていう ND っていうのを表示する。 ND は検出できなかったっていうことで、じゃあ検出できなかったっていうのはどのレベルまでのが検出できないんだろうって計算したら、そんな話だったわけです。 20%、40% ですね、あの投入した放射性物質の 20%、40% が煙突化から出ててもですね、検出できない。でこれはこの焼却炉っていうのは莫大なですね、排ガス重量があるんです。で1秒間にほんのわずかしか、あるいは1流米あたりほんのわずかしか出てなくても、時間あたり1日あたりで計算すると何十万ベクレルの放射性物質が出るという計算になるんです。でそれをですね、ほとんどそういうことを一般の皆さんはお知りにならないんでですね、ほとんどここまで来ると火事場泥棒だけじゃなくてですね、振り込め詐欺ぐらいのですね、はい、本当に
皆さんに正確に事実を説明して安全性の問題でこういう問題はあるんですよという話をしないでですね、やり過ごしていこうとする。でこれについては極めつけがですね、バフィルターメーカー、これはやっぱり市民団体の皆さんはですね、本当に熱心な方がいらっしゃって、バフィルターメーカーにあの放射性物質が取れるんですかっていう問い合わせたんですね。で私なんかはの発想からすると、バフィルターメーカーの最大の顧客がですね、市町村の焼却炉を持っている、こんな顧客の不利になるようなことを絶対言わないだろうと思ったんで、そんな尋ねもしなかったんです。そうしたらそういうこと全然関係ないですね、とにかく尋ねた。そしたら、今まで尋ねた、大分の市民団体の方が7社で、東京でも、1社で、10社に尋ねたという人たちもいました。すべてですね、バフィルターメーカーの答えは放射性物質を取れるって保証はありませんと。メーカーが保証はないって言ってるのに、そのことを東京都の職員に尋ねたらですね、メーカーはそんなこと言っても私たちは保証しますって言うんですよ。ちょっと待ってください、私たちが何かそういう問題があった時に必ずメーカーが保証してるから大丈夫ですって言ってきたのが行政の対応じゃなかったですか。今度はメーカーが言ったって私たちのことを信用してくださいなんてとんでもない話です。まあ、あの東京新聞ではあのそういう問題を含めてこれ35ページにですね、バフィルターで本当に取れるっていうことに、取れるのかって言ったことに対して環境省のお役人がですね、東京新聞の必要な取材にですね、たまりかねて、十分なデータはなかったけれども、いろいろ急いでたな、急いでたからって理由にならないですよね。急いでから嘘ついていいのかって話になりますけど、取れるって言ってしまったっていう、あのそういうあの新聞記事も、はい、つけておきました。つまり今回瓦礫を公益化しようとしている現地岩手宮城の瓦礫はですね、放射能汚染の恐れが十分あるわけです。で、にもかかわらずその今までそれは大丈夫だって言ってたのはバグフィルター等ついてるから大丈夫だって言ってたんですけど、それもですね覆ってきたわけです。もう本当に、逃げるところないはずなんです。それでですね、多分もう環境省の広域化というのはほとんど崩壊過程に入っています。ただあのお金をばらまくっていうことで約束されてですね、そういう動き出そうとしているあの人たちはいますから、それはやはり私たち自身としてはこういう情報をですね、その各地方自治体に突きつけて、方針の撤回を求めていくということになっていくと思います。で、あのこういう役所の人たちとずっと話をしてきたときに、役所の人たちの中にはですね、あの市民の人たちがあの被爆放射能について、被爆限度量、許される被爆量というのは少しでもいい、の放射性物質でもですね、私たち自身が内部被曝を受けるのは問題なんだという、その市民の人の意識に対して環境省だとかその他の役人はですね、いや、被曝は100ミリシーベルトまで大丈夫だとか、あるいは、笑ってですね、愉快に過ごしている人にはですね、放射能を浴びたって影響はないんだとかですね、もうあのそういうあの専門家、あのカッコつきの専門家の話がずっと流れていて、で多分役人の人たちはそういう意見に自分たちの拠り所を見出している。だからあの事実をですね、我々が突きつけながらやっていくことが必要じゃないかと思います。でまとめなんですけども、国や環境省はもう事実を隠してですね、で後処理をしてきました。あの後の
あの言い訳だけをその我々に説明するという、でも言い訳は私たちとしては聞きたくない、聞きたくないと言いながらついついですねお役所の話に頼っているところが私たちもあります。だから、今日限りですねお役所の話は信じない、一応聞く、聞きながら、ただ私たちが拠り所とする情報は例えばインターネットだとかで、本人の顔を見てですねこいつは嘘ついてないなということを感じながらですね自分たちで取捨選択して、自分たちがこれは拠り所にできる情報だなっていうのを自分たちで作り上げて、幸いいろいろネットワークがあってインターネットを使いますから、そういうふうにやっていかなきゃいけないんだなっていう、そういうふうになってきたなっていうことをまずですね今回の問題から、感じ取っていただければと思います。でもう一つ、瓦礫の全国広域化は日本中を放射能汚染列島にしてしまいます。環境省は先ほど言いましたように省庁利害しか考えてない。環境省が1兆円の予算を持ったっていうのはね、初めてじゃないかと思います。もう本当にですね、踊り上がってるんじゃないかと思います。これだけのお金を過去に使えたことはあっただろうか、どんなもんだっていう感じで。だけど、その彼らが縦割りの話の中で、全く無駄遣いをし、復興に背を向けて、しかも瓦礫を全国にばらまくことでですね、受け入れる自治体自身が信用をなくす、信用をなくして、農生産物も売れない、あるいは京都奈良で言えばですね観光客が来なくなって 文化財の保護すら できなくなる、あるいは、トヨタの自動車にセシムが くっついててという話がありましたけども、そういうことが広がっていけばいわゆる工業製品だとかそういうこともできなくなる。つまり瓦礫の処理だけ考えてればよくって、他のことは何、他の影響だとか何にどういうマイナスの影響を与えてもいいんだというようなやり方が今回の瓦礫処理の全国化です。だからこれはですねそういう問題なんだということをやはり私たち自身が大きい声を上げてですね、瓦礫の、大きい声を上げていく必要があるんじゃないかという思います。それと瓦礫の焼却は先ほど言いましたようにバフィルターで取れない以上空気を汚染していきます。で空気の汚染というのはその空気を吸ったですね、人の内部被曝に直接つながっていきます。で内部被曝は東大の児玉先生おっしゃるように敷地がないです。でしかもその放射性物質によるですね、影響による DNA 上の、因果関係というのも立証されつつあってですね、そういうことを考えたときにこれは私たち自身の健康や生命を守っていくためにもですねこの空気の汚染ということを許してはいけない。まあそれが一応最後に、まとめとしてですねご提案させていただいて、まあ、私の問題提起とさせていただきます。どうもありがとうございました。